浅羽康史浅羽康史大正3年10月22日は、政治家、官僚で、北海英語学校創設者。北海学園の党とも称されている。大阪に生まれる。大阪城定馬により貴の三男という。1875年大蔵省に入省後、根室県や北海道理事官、1886年には札幌区長を経て、1887年現在の北海高等学校の前身にあたる夜間私立学校北海英語学校の校長に就任。1891年北海道庁会計事務官を最後に退官。札幌政党社長となる。1893年からは同学校の校主も兼任している。校長在任中も1901年の中学校令に伴い北海英語学校中等部を創設している。1904年の第9回衆議院議員総選挙にて、札幌選挙区から出馬して当選、1914年まで衆議院議員を務めた。政界引退後は、札幌商業会議所特別委員に就任した。このほか、札幌苗穂に、浅羽農場、製塩業、陸海物産取引業なども起業し、北海道理事官、区長、衆議院議員時代には、公共機関の整備、北海道拓殖銀行の創設にこぎつけ、北海道山岳振興にも尽力した。浅羽逝去の後、財団法人化され、浅羽の4万5,000冊にも上る蔵書は、現在、北賀文庫として、北海学園大学附属図書館に収められている。息子には、現在の学校法人北海学園の前身にあたる、財団法人ライソン学園の初代理事長をした、浅羽一郎がいる。また、妻の弟に、動物学者の谷津直秀が、孫の一人に古生物学者の井尻昌司がいる。毎年、10月下旬頃に、浅羽の命日に、浅羽を偲んで、浅羽祭が、北海学園大学にて、神道形式で執り行われている。合わせて、この1年に逝去した北海学園関係者も慰霊している。1926年に、北海英語学校卒業生の有志によって、北海高等学校の平岸通り側に、浅羽の胸像を設置している。ありがとうございます。